おはようございます。おはようございます。コメントをいただきまして、だいぶ昔に撮った動画なんですけど、バーテンダーっていう仕事に興味を持ってくださいましたと。進路でどうしようか考えてますと。前にも話したことちょっと重複しちゃうかもしれないですけど、一応ねコメントでは返させてもらったんですけど、なかなか長文になっちゃうし伝わらない部分もあるかなと思ったんで、バーテンダー目指すならこういうことですよっていう話を今日はちょっとさせてくださいっていうことでお願いします。どういうことかって言ったら、現役の高校生の方がコメントいただいて、高校卒業したらバーで働きたいですと。やっぱりご両親心配だから大学に行きなさいと。いっそもう早く現場で経験積んでいろんなことを学びたいと。高校3年生のお酒の種類、製法、歴史について学んでますっていう、非常にこう自分がバーテンダー目指した時から比べてね、もう真面目に勉強されてるなって、素敵だなって。で、僕はやっぱりその若い世代だったり、興味のない人がちょっとでも興味を持ってもらったり、こういう業界のハードルを低く感じてもらえたらっていう意味でこういう YouTube をやってるんで、このコメントは本当に嬉しかったです。なんかもうやってた意味が本当にあったなっていう。一応開示したけど、なんか伝えられてるか分かんないんで、あえてもう一回説明させてもらうと思うんですけど、まずバーテンダーは前の動画でも喋ったんですけど、簡単になれます。働けば僕はプロだと思ってる。それはなぜかというと、お客様の前に立って、それがお酒作らないにしても、スタッフとしてお店に立っている以上、お客様からお金をいただくわけですよ。プロの定義は難しいんですけど、プロ意識が必要なわけですよね。人それぞれだけど、度合いは多分他のお客様から見たら僕なんかも全然プロじゃないって言われるかもしれないけど、一応プロ意識あるんです。プロ意識を持ってお店に立った時点で、僕はバーテンダーだと思ってます。なるのは簡単です。バーでバイトすればいいです。これはいつでもできます。何歳からでもできます。この業界万年人不足だね。で、今回何を一番伝えたいかっていうと、もうすぐ働きたいと、もう学校なんか行ってる場合じゃねえと、そういう熱い思いが伝わったんですよ。で、僕もそうだった、18歳の時なんですけど、もう残念ながらね、前の動画でもちょっと話したんですけど、多分今ほとんどのバーで二十歳未満の方が働くのは難しいです。っていうのも、受動規制防止法っていうものが2020年に施行されて、二十歳未満の方は喫煙する場所には入れなくなっちゃったんですよ。一応法律上各都道府県の、条例にもよって多少の差異があると思うんですけど、これは基本ベース同じなんで、でほとんどのバーが今は喫煙目的で、ノンアルコール専門のバーもあります。禁煙のバーもあります。そういうところは働ける可能性はゼロではないですけど、やっぱり雇用する側としてはちょっとハードルは高くなってしまう。ってなった時に、他にももしね、この動画を見てバーテンダーに興味を持つ若い人いたら、ぜひね、押さえておいてほしいのが、もし親御さんがいいって言うんだったら、勉強する時間を伸ばした方がいいです。大学でも専門学校でもいた方がいいです。僕は正直大学今からでも行けるなら行きたいです。でもそんな時間も作れなければお金もないし、あと体力もなければ容量も悪いんで、18歳とかね、19、20歳の時ってまだご両親がサポートしてくれるんであれば、勉強に専念できる環境なんですよ。だからその時に、例えば世界情勢だったり外国語だったり、あとは絶対将来お店やるんだったら経営っていうものも必要なんですよ。で、物を売るっていうのはどういうことかっていう、マーケティングも必要なんですよね。で、これを別に大学で勉強しても絶対そうはないわけです。いろんな業種にも変えられるし、一生バーテンダーやりたいって思うかどうかも分かんない。選択肢を増やせるんですよね、大学卒業できるってことは。勉強して自分の幅を広げるっていうのは、これは絶対にやった方がいいことです。カフェ&バーヘイブン。で、どんなバーテンダーになりたいかも人それぞれだと思うんですけど、人の前でこうやってある種お話しさせていただく職業の場合、知識はね、広く浅くでもいいんで、たくさんあるに越したことない。専門的に勉強して、それがちょっとでも広がるんであれば、それに越したことはないです。で、大学じゃなくてもいいんです。藤田は18歳で俺はバーテンダーになるんだって昔は働けたんで言ってたんですけど、それでも一応専門学校行っとこうかなと。両親に、俺もう就職する気ないよって、お酒の勉強のためだけ専門学校行くけどいいかいっつって両親が行かしてくれたわけですよ。で、僕が行った先っていうのがホテルの専門学校なんですね。で、ありがたいことに現役のバーテンダーさん、ソムリエさん、そういった方々が講師として来てくれて、お酒の勉強もさせてくれたんですよ。カクテルの作り方だったり、お酒の歴史だったり、で、プラスアルファ現役のプロの方のお話っていうのを毎週聞けたんですよね。で、そこに行っとくと、今僕ホテルで結局就職はしなかったですけど、いまだにそのホテルのバーテンダーさんとのつながりだったりとか、まあ、いろんなお話を聞ける機会があるので、そういうのもありだと思います。ご質問をねしていただいたこの方は、オーセンティックなバーでできれば働きたいです。オーセンティックの定義っていうのもたくさんあるんですけど、ほとんどの人がバーってイメージしたら蝶ネクタイだったりオールバックだったりで、ちょっと薄暗くて私服こうグラス磨いてて、でなんかこう「マティーニでございます」って。海外行ったらオーセンティックっていう考えもないんですよ。ホテルのバーだろうが、シックな雰囲気のバーだろうが、バーはバーなんですよ。
だからある種日本独特の考えかもしれないです、オーセンティックバーっていうのは。でもしそういう業態を目指すんであれば、僕は正直最初ホテルのバーテンダーを目指した方がいいと思います。これはねちょっと難しいし、ホテルマンの人に怒られちゃうかもしれないですけど、やっぱりいろんなことをやるんですよホテルマンって。でバーテンダーである前にホテルマンでなきゃいけないんですよね。なんですけどホテルのバーで働きますってなった時に、割と1個の例えばカクテルだったり、職場にもよります、ただカクテルとかお酒に集中できる瞬間ってあるんですよ実は。それもちろん環境による。ただ周りの人の話を聞いてる限り、こういう街のバーで働くよりも、こう自分の例えばカクテルとか修行とかっていうのに専念できる瞬間っていうのは、意外とホテルのバーテンダーさんの方が時間作れてるのかなって。まあ無理くりねひねり出してるだけかもしれない。専門学校で職業体験的なのあったの？あったあったあった。これも行かせてもらって、北海道のすごい有名なホテルで1ヶ月間住み込みでやらせてもらって、割とすぐその機会を入学して。これはホテルによると思うけど、多分ホテルの専門学校はどこも1ヶ月ないし2週間とか3週間実際に現場で職業訓練みたいなあると思うから、うん、もしねタイミングが良ければそこでバーに配属されることもあるし、まあこれは運次第。ああそれもあるの、スカウトみたいな。でも大体ね先生気使ってね、そういうの受け入れてくれるところに入れてくれるから、大体バーコースっていうのがあるんですよ、とか寮員コースみたいな。でバーテンダーやりたいですって言ってる子にはバー働ける場所を探してくれたりとか、で結構そのまま就職してる人が多かった。カフェ&バーヘイブン。じゃあオーセンティックなバーでどうやって働くのって言ったら、そもそも求人があんまりないんですよ。なぜかというとほとんどが個人店なんで、何店舗かやられてるオーセンティックな、まあ、会社さんもあるんだけど、ほとんどが個人店なんで、僕も今やお店ですよ分かりますけど、求人ってねめっちゃ金かかる。大体やっぱ知人に行っちゃうよ、まあ、知り合いだったりとか、要は同業で今いろんなとこで働いてる人とか、あとはもう本当に運が良ければね、お客様の中でバーテンダーやってみたいっていう人がいればっていう。一番アプローチしやすいのはお客さんとして行くことが一番できん。この店に働きたいと思ったら、お客様自身行ってる時点で多分そのお店に対する期待とイメージっていうのを持ってるから、やっぱり働く側になった時にそれを要はサービスマン側にお客様がなれるかというと難しいから、求人っていうのはほぼないから。本当先輩から今どこどこっていう店で人探してるんだけどどうみたいな。とりあえずホテルで何でもいいから、そういうバーで働いてからそういう情報を集めていくって感じや。そうね、あと感覚的にはそのホテルで働いてるバーテンダーさんと俺ら町でやってるのだったら、俺らは町場ってよく言うのさ、町の場所でやってるから。町場のオーセンティックなバーで働いてる人って元ホテルバーテンダーの人が多い印象がある。だからやっぱりそのホテル退社しようと思ってますっていう話を知り合いのとこで言ってたら、ああじゃあここ人探してるらしいけど興味あるみたいなっていうのがなんか多いかな。あとは大手だ、まあ、実際藤田が働いてた会社もオーセンティックって呼ばれるようなカテゴリーの会社なんです。今札幌で5店舗とかやってるのかな。そこは普通に求人出してたけど、やっぱり3店舗とか4店舗5店舗って展開できるくらいの資本力のある会社じゃないと求人はちょっとね出せないんですよ。広告ってめちゃめちゃ高いんだよ。だからもしオーセンティックなバーでね働きたいと思ったら、ホテルバーで働いてみるのが一番だと。でホテルのバーとかっていうのは意外と求人も出てる。カフェ&バーヘイブン。どんなバーテンダーになりたいかっていうのもやるんだけど、大会に出てみるとかね、カクテルの大会とかあるわけですよ。そういうのもホテルのバーテンダーさんの方が出場されてる方は多いでしょ。どっちにしろね、まあ、専門学校行ってそういうホテルに就職するのもすごくありだと思うし、行かなくても要は大学でさっき言ったようにバー以外勉強する、でそれを知識として身につけて二十歳過ぎた時にまずアルバイトでどっかで働いていく、これが一番王道のルートだ俺からしてみたら。別にカジュアルな店で働いてもその後オーセンティックなバーでは働けるから、長くやってたら大体ね、なんか転職しようと思ってるんですよねってどっかのバーで言ったら仕事結構紹介してもらえるっていうのがあるから、もうほんとね学歴大事別にバーテンダーで学歴はいらないけど、勉強できる機会が大事です。一番俺みたいに生き急いでほしくない。ほとんどのバーが多分もう18歳で働くのが現状難しいんで、個人的には受験勉強ちょっとしつつね、18歳からでも要は面接しますよっていう会社、ちゃんとしたバーの会社にもし出会えたんだったら就活してもいいのかもしれない。じゃあその話で言うとさ、もう専門学校でさ、ホテルっていうのはさ研修できなくなっちゃった。
もうその20歳以下だから、それは学校上でやってくれるのかね。これが自分がいた当初、まあ、18歳で働いてた時代だから、うん、違うから今は分かんないけど、うん、でもね、多分学校のカリキュラムとしてお酒の勉強しますっていうことは多分何らかの道はあるはず。なんか多分できそうだよね。だから本当にずっとやれてるんだ、そこで専門学校で。あの最速で現場にっていう意味だったら多分専門学校に行って、うん、ホテルとかサービスの勉強をして、勉強としてできるだろう、うん、そう。バーで働けなくても必ずやってほしいのが、こういうちょっと人と触れ合う機会が多い飲食店でバイトしてほしい。それが、いや違う、自分はやっぱりお酒を作りたいんだ、お酒に触れてたいんだって思うんだったら、僕は正直一旦待った方がいいと思う。あのバーテンダーで一番必要な要素って一個だけあるんですよ。改めて考えたら、人を好きになれるかどうか。来ていただいたお客様を全員好きになるとは言わないですよ、もちろん。なんだけど、初めて会った人を好きになる努力ができないと、ごめんなさい、バーテンダーは向いてないと思います。だからそれがお酒を扱ってなくても飲食の場で好きになる必要はない。でも、あ、このお客さんに楽しんでもらいたいなとか、ファミレスでもいい食事してもらいたいな、いいハンバーグ食っててもらいたいなって、そういう気持ちになれないんだったら多分やめた方がいい。なぜなら給料安い、生活リズム終わってる、体はボロボロになる、給料安いくせに勉強を兼ねて飲みに行く、金たまらない。正直言って思いがないとこの仕事はできないです。独身コース、独身コースまあ、 あの結婚してる先輩も多いけどね。 あとね、意外とモテない。モテるかもしれない。付き合ったら結構ね、こんなはずじゃなかったんだよなみたいな顔されるから。そりゃそうだよ、だって仕事中カッコつけてるんだもん、こっちは。まずは何でもいいです、飲食でバイトしてください。でそしてご両親が許してくれるなら、勉強する時間を有効に使いましょう。お酒以外も必ず勉強してください。外国語必須です。僕も喋れないですけど、オーダーぐらいは取れます。もちろんお酒のことに関しては何言ってんのかなぐらいは分かります。これからの時代は絶対にバーテンダーが外国語喋れないときついです。あとは文化、歴史、マナー尊重できるサービスマンじゃないといいバーテンダーにはなれないんで、まあお酒のこともねすごく大事なんですけど、それ以外もたくさん勉強して、それでももし興味があったらこの業界のね門を叩いてもらえると嬉しいな。はい、じゃあ今日はありがとうございました。 I hear them calling, where are you going? Straight ahead. How are you gonna get there? Ride that chariot. Where are you going when you leave?